はい、どうも、こんにちは、マガレツです。今日なんですけれども、PUBG モバイルやっていこうと思うんですけれども、その前にですね、皆さん、知ってますか？ドアバグ、治っていたということ。え？って思いません？え？って思いません？いや、違うんだよ。俺もね、え？って思ってるんだよ。そう。で、ちょっとこれを見てもらいたいんですけど、はい、ということでこちらなんですけども、PUBG モバイルの公式の Twitter のアカウントになるんですけれども、これが海外の方ね、日本じゃなくて海外の方の公式 Twitter になります。で、こちらの方のね、Twitter には、あるツイートがされていました。4日前ですね、こちら、ご覧ください。ででんということで。PUBG モバイル、Very first door open the daylight ということで、全然俺読めないので、ツイート翻訳していきたいなと思います。ツイート翻訳します。はい。私たちは、ドアの、開放遅延の問題を解決しました。修正しましたか？修正しました。あなたの忍耐力と幸せなゲームをありがとうということで、リツイートやらいいねもね、パパも結構来ていて、なんかすごい話題になったんですよ。ただ、みんな、ちょっと質問したい。これちょっとコメント欄に書いてもらいたいんですけど、ドアバグ治りました？俺全然わかんないんだけど、俺昨日今投稿しているこの動画の日時が多分3月の26日なんだと思うんですけど、25日の生放送では俺ドアバグあったんですよ。まあもちろんね、公式の運営さんがね、いろいろ一生懸命ね、こうドアバグを直すようにっていうのをやってるのはね、多分わかるんですけど、ただ海外の方では治ってて、日本では治っていないのか、そもそも治っていないのか、ちょっとよくわかんなくて、みんなはどう思いますかっていうか、どうですかっていう感じで、俺だけ治ってなかったらちょっと嫌だなと思って、ちょっとこれ動画にさせてもらったんですけど、ぜひコメント欄にね、まだドアバグ治ってないよとか、他のバグとかもあるよとか、いろいろね、ちょっと書いていただけたら嬉しいなと思います。俺ドアバグ治ってないと思うんだよな。どうなんだろうか。ただの俺の遅延の問題なのか、でも最近俺、サーバーも、まあアジアとかでやってるし、基本的にアジアとか KRJP って、そんなにこう遅延ってないのよ。ラグがあんまないのね。だからそこまでなんか俺に問題があるわけじゃないと思うし、例えばこれはヨーロッパとか北米とか行くと確かにラグがあるんだよ。でもまあアジアとか KRJP でもこれなってたから、まあとにかく早くドアバグとかね、まあ単発バグもそうなんですよね。単発バグも直ってほしいですね。はい、じゃあということで今回はこういうねツイートをされていましたということでお伝えをしてみました。まあ直ることを祈ってね、早速ですが試合の方もやっていきたいなと思います。それでは早速やっていきましょう。これジャンピングチートポイーン。これうまい具合に飛び降りるんだよ。いいんだよ。あんま謝んないで。そんな謝んなくていいから。ダメ、謝っちゃ謝っちゃダメだ。それは許さんよ。俺は謝られても謝られても許さないよ。ダメ。しゃあ。ああ、貴様逃げるな。ちょっと待って、ロボットでもいい。どこだ、そいつを俺にやらせろ。お前らごめんって言ってんだから動くな。こいつは俺にやらせろ。これはボッティだ。ちょっと止まれお前。ちょっと待って、ポクしようぜ、ポクやろうぜ。いる、よっしゃー、来たー。ポク。動画になった時に編集でうまい具合にやるやついる。よっしゃー、来たー。やーべえ、クロスボウでヘッドショットだわ。強くね俺。やっぱ本当に本気。いや、もう迫ってくるやつにはもう全員本気だから関係ないよ。本気よ、全身全霊、もう精神統一って感じ。ちょっと出てますけど頭が大丈夫ですかそれ。鼻が、赤い鼻が出てますが大丈夫かな。いきますか。ヤッホー。おすごい、いい、ちょっとよし、検問してるかな。検問チーターいる。検問チーターいないわ。あ、やべ、ちょっと誰かガソリンチート使って、ガソリンチート入れて、
ガソリンチート。やべ、誰もガソリンチートの使い手じゃない。そうだろう。ガソスタにガソリンがないということはないだろう。嘘だろう。ガソリンスタンドにガソリンがないだって。バカな。マジか。来た。あ、やべ。チーターだ。チーター。チートチートチート。補給物資落としてる。チートだわ。何でもチートって言っていい世界。大体こんな感じでしょ、みんな。パブジーやってる時。やられたらすぐチートっていうやつ。ならば俺はやられる前にちょっと言おうではないか。そういう縛りやっていこう。今。そういう縛りにしよう。言うじゃないですか。うわ、やられたわーってめっちゃ、え、あの山から撃って、フルオートで頭抜かれたんだけど、チートじゃん。チートでしょ。チートじゃん。断定するでしょ。する人いるでしょ。俺は、そうじゃない。わかんないもんだって。チートかどうかなんて。でも、やられる前にチートと言ってしまえば、それはもうチートなんだよ。わかるこれ。これ哲学だ。そう。どうもでーす。やったぜ。スペシャルヘルメットチートあるよ。チートやらない？ちょっとヘルメットチートあるけど、ここ。あ！チート使うのこいつ。あ、チーターだ。ヘルメットかぶっただけでチーターにする。行こう。なんかいい場所、こうアンチを引き寄せられるような。あ、ガソリンチートあんじゃん。ガソリンチート、ガソリン、これ誰かガソリン、ちょっと誰かこれ持って。ガソリン、誰かガソリンチートになる人。あ、ガソ中だお前。じゃあ行くか。ジャンプチート使おう。俺ジャンプチート見てて。これ全てがチートの世界。行くよ。これジャンピングチート、ポイーン。これ上手い具合に飛び降りるんだよ。いってい、ってい、いてぇ。あ、はレッドハンドガン、レッドハンドガンチート、マジか。レッドハンドガン、敵を一掃できるからね。敵に自分の居場所を知らせるチート。いくよ、これ。敵に自分の居場所を知らせるチート。よっしゃ。こいや。マジいるんか。ナイスナイス、来い。これチート使っちゃうもんね。これ。これはチートやわ。完全にチートだろ、俺。来た。とりあえずこいつチーター乗ってんだよ、この飛行機の中に。俺の仲間のチーターが多分落とすから、ここで。ほら、これ。これチート。言ってて笑っちゃうんだよ。言ってて笑っちゃう、俺。演技できねえわ、これ。撮影とはいえ、ネタとはいえ、さすがにちょっと、なんか何言ってんだろうな、俺ってなるわ。来た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 、みなぎってきたよ、これ。いやー、クロスボウ使う？いや、クロスボウ使うか、そうやな。お前はそこの岩に隠れてると俺は知っている。先生に教えてもらった俺は。あ、いる！先生。ちょ、偏差がわかんねえ、偏差が。この距離の。あ、先生、顔出していただいてよろしいか？頼むから。あ、お前、ちょっと待って、顔出さないで。岩。岩くんいる、岩くん。岩くんいるわ。あ、やばい。すべて。ちょっと待って。あ、待って。無理するな、お前。岩くん二人いるぞ。ほら、言うたやん。舐めたらあかん。やつこれ、もう行くしかねえんだ俺らはよ。間違いねえ。クソ、行こう。クロスボウできる。
うめえ、うまい、お見事。オッケー、やめた方がいい。それやべ、これ映えるわ、これ映える、クロスボウ映え。あ、ダメだ、ちょっとお前止まれよ。あ、映える。ちょっと全然届かない。何が映えるじゃん。いや、もう全然わからん、何が何やら全くわからん。え、ちょっとクロスボウの矢がないと俺映えないんだけど、どうすればいい、どうしよう。あ、四角ない？ちょっと待って、クロスボウ映えさせてよ俺。あ、これ映えるわ、多分。映えた映えた映えた。まだ5キルしかしてないけど。でも残り6人いるってことでしょ。キル入ってないってことでいるんだよ。入った。どんなタイミングだよ、嘘だろ。待て待て、どこだ、どこ撃ってんだ君たちは。大戦隊どこ撃っておられる。これか、シェー。待て、あと一人、ちょっと待て、お前ら、ここはフライパンチート使うときだ。お前ら全員武器を捨てろ、お前ら全員武器を捨てろ、お前らお前ら全員武器を捨てるんだ。お前ら、ここはフライパンで行くべきところ、そうだろ、捨てろ、お前武器を、武器を全員捨てろ。おい、お前武器を捨てろ、いや捨てろ、もう捨てろ、捨てろ、そう捨てろ、お前も捨てろ、ちゃ、お前も捨てろ、お前ちゃ、捨てろ、捨てろ、お前武器を全部捨てろ。ちゃ、ダメダメダメ、ノー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 、背負ってたらそれは甘えだっつ、背負ってたら甘え、捨てなきゃダメなの。そうそうそう、いやいや、ちゃ全部捨てなきゃダメなのって。早くいいから、早くいいから、いやじゃねえ、早く捨てろよ。いいから、そうやって安全牌を取るんか。あ、やばい、いって、早く置いてけ、早く置いてけ。いや、俺は捨てないよ、俺は捨てない、俺は捨てないけどな。ああ、保険があるから。鈍活を取らなきゃいけないって、痛い痛い痛い、ちょっと待って、引くなよ、引くなって。なんでだよ、なんでだよ。どう考えても今のはこれでいくべきだろう。ナイス、ドンカツ。はい、ロードチートということで、これが、まあ、全てがチートになった世界ということで、はい、ご視聴ありがとうございました。